アイゼンセナ編悪魔のメルヘンカルタエピソードナンバー18忍び寄る悪意ジーヤ。私榊明と申します。アイゼン家を預かる執事でございます。主人である坊ちゃまからは親しみを込めてジーヤと呼ばれています。先々代の旦那様の頃から数えて30年以上アイゼン家に仕えてまいりました。坊ちゃまのことは生まれた時からお世話しております。坊ちゃまの人生は苦難の連続でありました。幼い頃にご両親である旦那様方と死別され、御家人となるべきご親戚にも恵まれず、10代の頃は荒れてこの屋敷に帰らない日も少なくありませんでした。そんな坊ちゃまを変えたのはある人物との出会いでした。坊ちゃまがおやすさんと慕う一人の警察官のご尽力により、坊ちゃまは立ち直り同じ警察官を目指すようになったのです。しかし坊ちゃまが警察官になると同時に、あの方は帰らぬ人となってしまいました。坊ちゃまはまた荒れました。せっかく警察官になったというのに上司と対立し、同僚と衝突し、署内で孤立してしまったのです。ですが風向きはまた変わりました。天涯孤独であった黄泉様を弟として迎え入れ、ご両親と対立していた綾取真綾様をご友人として迎え入れました。私と坊ちゃまの二人きりだった屋敷はいつの間にか笑い声の響く賑やかな家になっていたのです。きっかけは坊ちゃまに北条咲様というパートナーができたことでしょう。恋人のようで嫌だから相棒と呼ぶようにと坊ちゃまには言いつけられておりますが、あえてパートナーと呼ばせていただきましょう。お会いした回数は少ないですが、凛として強い女性だとお見受けしております。あのように聡明な方とご家庭を持つことができれば愛禅家は安泰かと思いますが、そこまで口出しをするのは野暮というものでございますね。パートナーができたことで坊ちゃまは再び人とつながるようになりました。時に支え合い、時にぶつかりながら坊ちゃまは人間として成長しておられます。そんな坊ちゃまをこれからも支えることが私の仕事。私は自分の手元を見下ろしました。そこには作りかけの朝食があります。そろそろ目を覚まして来られる坊ちゃまと黄泉様にお出しするものです。ちょうど半熟になっているスクランブルエッグを一口スプーンですくうと口の中に入れました。何の味もしません。匂いもいたしません。ただ半熟になったトロトロの食感と卵のぬくもりだけが口の中に残ります。味覚、嗅覚の異常を感じたのは2日前でした。急に料理の味が濃く感じてしまい、不思議に思っていたら半日ほど過ぎた頃には味を感じなくなっていました。次が嗅覚です。味覚と同様に急に感覚が鋭くなったと思っていたら、半日後には何も感じなくなっていました。今では料理を食感でしか判断することができません。最初は何かの病気だと思いました。私とて人の子、仕事を多く抱えれば疲労が蓄積し、時には病気になることもあります。ですが私が動けなくなってしまっては坊ちゃま方の生活に支障が出てしまいます。そんなことにならないよう体調は常に管理していたのです。しかしこの味覚、嗅覚の障害は私の知るどの疾患にも当てはまらないものでございました。坊ちゃまが外出されている間に簡単な検査もいたしましたが、全くの健康体であると診断されてしまうのです。不可解な病に侵され治療法が見つからない私は今窮地に立たされております。いつもより幾分時間をかけて朝食の用意した私はそれらをワゴンに乗せました。状況はどうあれ坊ちゃまたちに食事をお出ししなければなりません。顔を上げた私は窓の外にとんでもないものを目撃しました。赤い服の女性でした。彼女は屋敷の蔵の屋根の上に立っていました。
愛禅家のさまざまなものを収納する蔵はそれなりの大きさと高さがあります。しかし彼女は高さに怯えるでもなく悠々と立っているのです。厳重な警備体制の敷かれているこのお屋敷にどうやって入ったのか。警備スタッフに声をかけようとした瞬間、彼女が動きました。くるりと身軽に宙返りをしたのです。体操選手であってもあれほど美しくは舞えないでしょう。それほどに見事な技でした。呆然としているうちに彼女はくるりくるりとアクロバティックな技を繰り返し、そして蔵の屋上から飛び降りました。相当な高さの蔵です。落ちたら確実に大怪我をします。当たりどころが悪ければ死んでしまうでしょう。しかしどれだけ目を凝らしても蔵のすぐそばに怪我人の姿は見つかりませんでした。あの高さから降りてそのままどこかに立ち去ったとでも言うのでしょうか。直接確かめてみなければ。ボボ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 走り出そうとしたところ、今度は異様な声が聞こえてきました。ボボ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 。低い女性の声です。フランス語に似た響きの言葉を繰り返しているようですが、意味は分かりませんでした。声はすぐそばの窓から聞こえています。目を向けると窓の外に白いワンピースの女性が立っているのが見えました。つばの広い大きな帽子をかぶっています。彼女の姿もまた異様でした。何しろ2階の廊下に立つ私と地面に立つ彼女の頭がほぼ同じ高さにあったのですから。じっと見つめていると白いワンピースの女性は静かに立ち去っていきました。ボーボボという言葉で何かを訴えかけていたようなのですが、やはり意味は分かりませんでした。10年ぶりに冷や汗をかくという体験をして私は大きく深呼吸しました。ここに来て私は己を蝕む病がただの病気ではないことを知りました。これは怪異、呪いの類だったのです。おそらく呪いの根源を絶たない限り、どんな薬を飲んでもどんな治療法を試しても癒えることはないでしょう。こんな状態であとどれくらい坊ちゃまに使えることができるのだろうか。たとえ全てを全う失うとしても最後の一瞬まで坊ちゃまを支えなければ。私は決意を胸に仕事へと戻るのでした。